産後にバーバが日本に帰ったので、ここ何本かの動画が廊下というか階段で横の追いやられたスペースでやってたんですけど、ちゃんとね部屋に帰ってきました。うん、爪のカットは爪切りではダメ？爪トークですね。爪トーク、ちょっとギター置いといて。今結構見えるかな、僕の中では伸びてる方なんですよね。特にこことここだけちょっと伸ばすんで、これ結構かなり伸びてる方ですね。今からちょっと安ろうかなと思ってるんですけど、僕使ってるのが基本的に今まで使ってたのがこれなんですよね。これ粗いのからすごい細かいのまで番号で順番についてるやつで、まあこれがめっちゃ粗くて、反対側のこの白いところがまあまあ粗くて、でこう番号がついて、まあ番号ついてたんですけどちょっと消えちゃったんですけど、こっちちょっとついてるな、3,4、これ順番にこうやっていくとすごいツルツルするんですね。ツルツルするっていうのはこの角がなくて滑らかになるんで、ギター弾いててもすごい欠けにくくなるんですよ。欠けにくくなるし、でこのやすらないと本当欠けちゃうんで、爪切りのまんま、質問にあったような爪切りだけっていうのはちょっとあんま良くないと思います。でもともと僕はこれでやってて、で最近はこのガラス製のやすり、すごくきめ細かいけどすごく早く削るんですよね。だからあんまりやりすぎるといつの間にか爪がなくなっちゃうってことにもなるんですけど、これが AV 男優の人たちが必ずこう爪をツルツルにするのに使ってるヤスリだそうです。でこれがですね、今回僕母親が日本からお産扱いに来てたんですけど、その時に買ってきてもらったのがこれです。見えるかな、まあ、ヌードネイルっていう、これがブランドなのか、何なのか分かんないんですけど、これがすごい、これもガラス製なんですけど、これは本当になんか仕上げみたいな感じで、これを、これでこうやると、本当にピカピカツルツルになるんですよね。で、例えばこの表面はやんないですけどね、普段表面はやんないですけど、この爪の表面、こういう、これぐらいなのが、これでちょっと、こうすると、全体的にやった方が分かりやすいかな。ツルツルになるという、滑らかになるというやつなんで、これでこの表面を最後にこうやったり してますね。で今はこれあんま使ってないんですよ僕。なんでかというとこれとこれがあるん であまりにも伸びた時っていうのは爪切り使うんですけど、まあ普段は全然使わないです。まずこれで長さはこれで調節します。でこのヤスリを使う時っていうのは爪を、見えるかな、こういう風に垂直に当てるんじゃなくてこうやる、そうなんですよね。こういう風に削るっていうのがいいそうです。ただこのギターを弾きたい目的の爪の手入れなので、この爪自体が薄くなっちゃってね、この厚みが薄くなっちゃうっていうのも困るんで、なるべくこう角度を変えながら僕はやってますね。あまりこうでもなくて、極端にこうでもなくて、こう角度を変えながらやってます。長さを調節したのがまあ大体これぐらいですね、まあ、これぐらいです。でこっから、まあ、今はこれだけを使って、このエッジの部分を滑らかにしてます。これ本当細かいんですよね。すごい細かいんで、結構細かいけど削れないわけじゃないんで、あまりこうスピードでガーって力でやっちゃうと本当に削れていくんですけど、軽くこうやってこすっていく分には本当にこう滑らかになりますね。またこれ分かりづらいですけど、ちょっとぼやけてますけど、ちょっと光ってるの分かるでしょう、分かんないですかね。ちょっと光ってるんですけど、この光沢があるんですよね。爪の先のこのエッジの部分もそういう風に光沢ができてツルツルになってる状態なんですね今。分かりづらいな、ちょっと分かりづらいですね。でもまあそういう感じなんですね。もうね、おっぱいタイムはね、動画撮るチャンスなんですよ。寝てる時もまあそうなんですけどね。根気のいる作業に思われがちなんですけど、すぐあっという間に削れちゃうんで、削りすぎちゃうぐらいなんですよね。
ぼーっとしてると。なので毎日やっても全然苦にならない作業ですね、これは。まあ削りすぎてもまた爪は伸びますんで大丈夫ですね。まあ普通にこういうのはこっちで言うとドラッグストアとか化粧品の売ってるようなね、女性用のねに売ってるんですけど、まあ多分日本でも同じだと思います。できました。わかりづらいですね、わかりづらいですけど長さがこんぐらいになってます。僕だいたい2ミリくらいかな。でこっちのピッキングする方じゃなくて引く方の手はもう爪切りでガッツガツ切っちゃって、結構僕は深爪にしてますね。で角だけ取って、こっちは別に弦を弾くわけではないんでガッツガツやっちゃってます。そんな感じですかね。で滑らかに爪を手入れすると音が全然違うんですよね。ちょっとマニアックな話になっちゃうんですけど、まあ、これでもいいんですけど、これの方が段階踏んでちょっとずつ何ていうのかな、粗い目からちょっとずつ細かい目にしていって、で最後は結構ツルツルになるみたいな感じなんで、まあなんせこのガラス2種類あるのでこれは使ってないんですけど、それまではずっとこれを使ってましたね。ずーっとこれ使ってました。なのでまあこれもおすすめです。おすすめっちゃおすすめです。ちゃんとできるんで。